どうも、チェリーボーチャイス。ブラックです。今回の動画は、イースト2024で来た週刊 FP の中で最強週刊 FP スカットをね、作ってきました。まあ、2023に来たね、週刊 FP は対象外になっております。で今回ね、紹介する2024最強スカットの選手の中で皆さんをね、何体持ってるか、ぜひね、良ければコメント欄で教えてください。まず GK からですね。まあ、GK はエミリアノ・マルティネスかなということで。はい。まあ、このキーパーがおもちゃが考える2024最強 GK なのかなと。ゴールセービングプラス3がなんと入ると、クリアリング以外全て90いくと。素晴らしい。しかも身長も195、多分 GK 数値もおそらく一番ブースターが入ってくると能力が高くなってるってところで、まあ習慣だからね。まあちょっと激レアでもなるんで、うん、エミレノ・マルティネス自体は何体も来てるんだけど、やっぱりバック強化されたエミレノ・マルティネスってこれのみなんで、そんなにねオンライン戦で見かけるかっていうと、まあ、そこまでやっぱ見かける GK ではないんですけど、ただまあやっぱりめちゃめちゃ能力やっぱ強かったなって感じがしますね。じゃあ持ってたら超ラッキーだね。めちゃくちゃ大吉だと思います。はい、そしてディフェンス4バック、まず右から組んでミッキーファンデヘン、ユカエルナンデス、ヨシコ・グバルディオルと右サイドバック組んで、まあこれは結構最近おもちゃがねたびたびもう動画とかショートでも言ってるんで、まあ伝わってるかなと思うんですけれども、ファンデヘンですね。この選手も本当来た時めちゃくちゃ騒がれてたかなと。ブースターが入ってくるとまずディフェンス数値ってところが、まあ、全て90で乗る。しかも193センチでスピードがなんと94いくと。週刊 AP としては破格の強さだったかなっていうところで、まあ、週刊 AP のねセンターバック自体がそもそもなかなか強化されなかった。これもレアだったよね。めちゃくちゃレアなんです。再録なかったもんね。ない、あの復刻はされてません。はい、でそしてまあもう一人ですね、こちらの選手ヨシコ・グバルディオル、復刻でゲットして使ったっていう感じかな。マジで強い。まあ俺もこれ持ってるからあれだけど、強いよね。守備とかスピードだけじゃなくて足元とかパスとか能力が高いってところが売りだと思うんで、こういう能力をしてる左サイドバックの攻撃的サイドバックっていう選手は結構唯一 M2 なのかなって感じ。ロブカルとかアルモス・デイビスとはまた違った魅力の良さがある攻撃的サイドバックとして使えるんで。これローサイドバック攻撃的サイドバックなんだね。そう、ディフェンシブつけます。どっちもつけちゃうかな。攻撃的なのに、うん、中盤2枚ですね。ここはダブルボランチ、まず1枚ビクラン・ライス、そしてもう1枚がフェデリコ・バルベルデと。フェデリコ・バルベルデに関してはまあ強いのはもう周知の事実だと思うんで、再録でも来てるよね。そう、まあ今更述べる必要はないかなと。まあ気になるのはライスで、このライスなんですけど能力こんな感じなんですよね。まあ DMF もね、これはね結構週刊 FP やっぱりなかなか強力な選手来なかったかなっていう。センターバック DMF はちょっと渋だったと。渋い、守備意識からアグレッシブネスってところがまずめちゃくちゃ高い。まあこれは本当環境トップクラス並みに高いと思いますし、まあ、スピードが一応75以上超えてきてるってところで、なるほど、まあ、めちゃくちゃ足遅くはないんだよ。環境トップのビエラとかライカルトにはないボールコントロールからフライパスまでの高さ、特にグランダーパスとかフライパスがめちゃくちゃ高いんで、終盤のそこから結構ゲームメイクすることができる DMF の中で能力バランス良かったかなって感じでね、今回はライスを選んだって感じ。そして中盤2枚ですね。まず1枚がキリアン・エムバペ、そしてジュード・ベリンガム。まあエムバペに関しても2列目からの飛び出しで、まあおもちゃの中ではたびたびね、まあ紹介はしているんで、まああれなんですけど、まあいろいろね、まあスキル不足だなんだとか言われるんですけど、まあ習慣で考えればめちゃめちゃ強いですし、ベリンガムに関してもね、いろんなベリンガムあって、まあいろんなベリンガム良さがあるんだけど、まあ最後に来たね、まあこのやっぱりイングランド代表のベリンガムが、まあ個人的にはやっぱり能力一番まとまっていて、まあ今の環境にも適応してるのかなってところで選びましたね。で2トップ2枚ですね。今回はビニシス・ジュニオールとラファエル・レオンという、全部の週刊 FP の中でもそうなのかな、やっぱりビニシス・ジュニオール、この週刊が能力やっぱぶっ壊れてると思う。ラファエル・レオンも本当にビッグタイムがね、まあめちゃめちゃぶっ壊れてるんで、まあ、そっちに目が行きがちなんですけど、ただまあ週刊縛りで考えても、まあ週刊でもすごいいいやつが来てると、すごい強いし、おもちゃの方では2024になってからディビジョン使用率の動画を上げてきたんですよ。コメディあったりとか、あと選手とかそういうのを上げていく中で、全員が全員ビッグタイムのラファエル・レオンを使ってるわけじゃないんだよね、うん、このラファエル・レオンを使ってる方結構多かったんですよ。週刊の中で考えても、まあやっぱりめちゃめちゃ強いなっていうのはあるんで、まあラファエレオンとビニシウスが2トップですね。そしてベンチですね。まあ今回12枠設けられるというところで、フォワード枠、まあ3枠かなってところですね。ハーランド、そしてラバシューバで、ホドリゴ、ブライム・ディアス、まあ、ここを選びました。4枚、これハーランドだよね。まあハーランドめっちゃ来てて4回5回ぐらい来てるんです、週刊で、うん、俺が推したいのはこのハーランドね。これも結構言ってるんだけど、ジャンプヘディングなのよ。なるほど、これがジャンプヘディングが70で多いのよね。ジャンプとヘディングが高いハーランドっていうのがめちゃめちゃ強い。エアバトルとヘッダー持ってるんで空中戦強いってところで、うん、特にこのジャンプ数値ってところがやっぱりめちゃめちゃ重要で、このジャンプ数値が低いと空中戦勝てないんですよ。適当なクロスをこうパンってこう覆った時にジャンプとかヘディング数値ってところがあると、空中戦のやっぱり力っていうのもめちゃめちゃ発揮してくるってところが、うん、2024の他の来たハーランドではやっぱり作り出せないんだけど、このハーランドは作り出せるかなって。結構オンライン戦とかで理不尽なゴール決められたやっぱり得点
ハーランドの中でも何のハーランドが多かったのかなって見てきた時にこのハーランドなんだよね。あとはラファシーバですね。本当に能力のまとまりめちゃめちゃいい。ラファシーバ自体がそもそも通常に2列目で優秀なんだけど、中間で来てるのはいずれもラインブレーカーなんですよね。なるほど。ラインブレーカーのやっぱ週間 AP の選手の中で考えるとやっぱり能力マジでまとまってる。逆足性の頻度だけだよね。しかもこの選手ってこのやれるポジション入れの幅当たんなかったよね。当たってない。2体とももうおもちゃの方は当たってないですね。中盤ですね、ジャマル・ムシアラ、フィル・フォーデン、そしてペドリー、ニコロ・バレッラというところで、それぞれね、ムシアラに関してはビッグタイムが来てたり、まあ、フォーデンに関してもショータイムが来てたり、ペドリーに関しても、まあ、最近ね、ショータイムが来てたりとか、まあ、上位互換の選手はいるんだけど、ただまあ、週間 FP って考えても、この3枚はマジで強いと思う。この4人の中でね、結構紹介したい選手で言えば、まあ、この選手かな、バレッラということで。俺はこのバレッラじゃなくて CL の方のバレッラをベンチに入れて後半からよく使ってたなってイメージがある。172センチのボックスボックスってところで中盤で置いた時にめちゃめちゃ使いやすい。まあスタメン出てるバルベルデっていうのがまさしくそのこのバレッラの上位互換なんだけど、まあその後半から最後のまあ締めてくれる役割としてよくバレッラを使う、まあ、最後の方に来たただ選手になりますね。はい、そして後ろ4枚ですね。まずは DMF のロドリ、そしてセンターバックのカイル・ウォーカー、センターバックのファンダイク、GK のノイヤー、カイル・ウォーカーですね。はい、まあ能力はねこんな感じになってるんですけど、まあマジで強いねこのカイルウォーカー。ちょっと当てて使ってみたかったなって感じはしますけど、対人がまあとにかくやっぱり強い。センターバックで最悪やっぱり使えるってところもあるから、カイルウォーカーもね、あのベルゴミとか R01 ピサカとかああいう選手たちが台頭する前はなんか使われてたイメージがある。まあおもちゃがね考えるまあ2024まあ最強週間 AP スカット、まあこのメンツかなっていうところで、おもちゃこれ何個当たったの？組んでグバルディオル、ペデルゴ、バルベールで、で俺ムバッペは本枠では当たってないんで。あれなんですけど、ビニシウスジュニオール、ポドリコですね。この復刻になっちゃってブライム・ディアスと、あ、7体かな、マヌエル・ノイアーなんで7体ですね。まあ復刻がでも結構占めるね。まあほぼ4体ぐらい。4体ぐらいしか当たってない。結構レアっちゃレアだった。まあこの他にはさ、なんかどう？惜しくも落選した選手って。週間のティア表っていうのをこの前に上げてるんで動画。うん、あのそちらの方でティアであの分けてるんで、詳しく見てほしいんですけど、まあ悩んだ選手で言うと、デンベレですね。かなり逆足の最高最高のドリブラーで使ってたんで、うん、まあ入れるの結構悩んだかなってとこと、あとは結構多分コメントせてくるのがクーニャだよね。うん、クーニャも入れるすげえ悩んだんですけど、どっち入れようかなと悩んだんですけど、ブライム・ディアスと。これ4222でイーフトの2024で一番人気のあるそう褒めで、まあ、一応考えないといけないから、まあそれとの兼ね合いもあるだろうね。まあ、ウイングの選手はちょっとウイングしかできないとかなってくるとちょっと選考から外れやすくなるし、うん、みたいな。ぜひですねこの周回 FP 選手の中で皆さんは何点持ってるのかなっていうところが、まあ、結構やっぱりこれ気になるんで、よければですねコメント欄に書いていただけたら嬉しいかなというふうに思います。このやり方で参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価の応援していただけると嬉しいです。さらっぽー。